さあ、それでは今回のカスタマイズはお気づきでしょうか。アクション強化をガン積みしている我がボールド、ジャンプしても全くブレることを知らないんですね。はい、地上がこれ、ジャンプしたらこれ。ちなみにギアついてない場合はこんな感じ。一目瞭然でしょ。なので今回は全くブレないボールドの射撃をお見せしましょう。よろしくお願いします。さーて、どうしましょうか。こっちの武器はこってこてだ。お相手は普通だ。なので王道の戦いを見せつけられるかもしれませんね。ですがこちらは精密射撃のボールド、お見せしますよ。ふふふ。そして今回の一つの課題はですね、やっぱ冷静な立ち回りですよ。神の実力をお見せしつつ、え？スプリンクラーのバッシャーで見えなかったよ。まあでも冷静に立ち回ればこんなのどうってことありません。でチャーさんが2人一応いる。濡れるけどさ、そういうわ。それでも一応ボールドが塗った方がいいでしょう。なんたってブレずに安定感のある塗りができますからね。ほれ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 、よっと。いや、あまりにも完璧すぎる。よし、後ろは取りますよ。チャーさんたちが安心して前を攻めれるようにね。上からの奇襲が怖いですわね。おびき寄せるわよ。ほら降ってきた。そのまま攻め込んできてくれたら楽なんですけどね。こちらの間合いというやつです。はい、来ていますね。精密射撃、神の間合いに飛び込むってのは慈悲もなくお相手を粉砕することでしょう。全部吸い上がってよ。ハンコでぶっ潰してやりたかったのに。おい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 、無駄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 って思うじゃん。無駄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 。神の前にひれ伏すがよい。やめてー。チャドの霊圧が消えている。向こうゾンビか、厄介な。さてほぼ自陣が塗り終わっていますね。ですがちょっと塗りが甘いな。こういうところで差がつくかもしれんぞ。よし。ですがここまでいっちまうと効率も良くねえからな、塗りの。さーて、じゃあ大雑把に塗れるところだけ塗っといて、また前出ないとね。カーリングぽいぽい。怖いよこいつ。飛び込んでくんねえから。 OK、よし。ドゥルル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 ル。怖い怖い怖い。おっと、後ろ。これでどうですか。いってし、なに。ハンコクさんは強化してもしょぼんなのか。冷静な立ち回りとか言ってるけど普通に感情が表に出ていますよ。ジャンプさせてもらう。さあ、ブレないボールドの精密射撃の餌にしてくれ。もうワイプアウトのタイミング的にもう終わった感すげえよな。どうやっても無理だったらせめて思い出のキルを取らせていただく。よし、すまねえ、タイミングが最悪でした。でここでマジレスタイムなんですけど、もともと弾がブレまくってるボールドくんがアクション強化でブレを抑えたところで何の意味もございません。なんならですね、飛び散らないということは、なんだろう、大胆な塗りに関しては弱体化してるとも言えますよね。もともとブレてんだから。空中打ちしなければいいだけなんですからね。はい。という、マジレス回なんですけど、こんなギアにも何か意味があるのかもしれないということでね、今回はアクションガン積みで頑張っていきますよ。ちなみに他にもメリットが一応あるんですよ。それはですね、これ。どれだよ。イカロールがね、速度があんまり落ちないので、かなり連続して出せます。と言っても、実用的なのはジグザグのそれなんで、そこまで長期的にイカロールできることってあんまないんですけど。そしてイカ登りがめちゃめちゃチャージ早い。ぐらいですかね。ですがさっきのステージそんな登るところがパッと見なかった。というかこの辺のアクションは、日頃の対戦であんまり使ってなかったんで、今回がっつり行きましょうか。なんで美しくアクションを駆使していきたいよね。こう、キュイッ、
みたいな。あるいは、キュイッ、キュイッ。あ、失敗した。イカロールちゃんは、防御手段としてなのかな？で、やっぱ結構、くの字を意識しないと発生しませんね。一応、前に出す方法もあるんですけど、それでもやっぱり、若干のくの字っぽく描く動作は必要なんで、頑張りましょう。努力目標です。ではでは、さっきとほとんど相手は変わってねえな。恐ろしいや、恐ろしいや。さあ、ブレない射撃の恐怖を教えてやるぜと言いたいが、今回はアクションメインでいきましょう。トゥルットゥルットゥットゥーと言っても、ここは絶妙に縦アクションしづらい縦幅ですね。できそうなところにブロック置いてあるもんだからやりづれえな。説明ハイドラだ。ハイドラさんにハンコを構える前にやられちまったし、なんならハンコ持っててもハイドラの弾幕はおそらく突破できないでしょう。今回はハンコはすぐ投げた方がいいかもしれんな。いくらアップデートで最強になったハンコといえどね、限界はあるのですよ。よう、あぶっ、怖い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 、逃げる逃げる、逃げれたら逃げれたら、つうか目の前にいたし、この野郎、筆やられたを押しておくぜ。今のところこちらがピンチ。ナイス玉とかを投げられてる分ですね。パブロの通過だけは絶対に許してはいけない。向こうもボールドンだよ。これはきついよな。カーリングポイポイでごまかしつつ、なんとか木を伺いたいね。おいおい、ハイドラ君が地に足つけてんぞ、あいつ。おら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 、ビビってんじゃねえのあいつ。あー、うち捕まった。きっちいな。というか、やっぱアクションの特にイカのぼり出せるっていうのは、なんだろう、バスパーク待ちですかね。縦にかなり長いステージあるんですけど、あれ待った方がいいのかな。ブレない射撃かっこ笑いの恐怖がなかなかお相手を襲わない。怖い怖い怖い。よし、ほっふ。ちなみにジャンプ力もちょっと上がってるっぽいのかな。おっかね、しゅっ、うら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 、うら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 、ほい控えめ。あかんって、もう結局アクション強化の意味よ。くそー、チャドの冷圧なんだ、消えちまえばいいのに。さあ残り26秒、こっから死ぬと重いぞ。やべやべやべ、うおー、ふっとい。くそー、やべ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 、まずいっすよ。カーリング滑らせる以外にやることねえんだ。ハイドラが睨んでるだろうからね。くっ、奪い合い、相打ちになる。この度をもちまして、私アクションマックスブレないボールドを引退させていただきますあ、引退の件なんですけど、この度再始動ということで、復活、そう、復帰いたしたいと思います。よろしくお願いします。だって買ってたんやもん。取り下げや、取り下げ。しかしさっきの試合、別に私が頑張って勝ったわけじゃねえんだ。というわけで、アクションボールド。一方で左にいるのはニック機シャープマーカーですよ。うん。先端が違うよね。尖ってるシャープマーカーに対して、ラッパになってるボールド。その形状が、弾のブレの幅を、まさしく証明しているかのような感じだね。シャープマーカーはね、もともとジャンプしてもブレないのよ。ムカつくだろ。よし。まあでもなんか遊び心がないという悪意のある解釈も可能なんだぜ。一定です。え、嘘？デュアルにやられたの？それは納得できねえ。つうかお相手、ソイソイしてますね、これ。これ武器的の、武器の種類的には微妙に負ける気しないっすね。と言いたいところですけど、チュンチュン打ちを、得得しているソイチューバーであれば、ミサイルめちゃくちゃ飛んでくるから警戒は必要ですね。
さーて、ブレないボールドの餌食にしてやりてえところだが、現状ブレようがブレまいが、なんかどっちでもいいね感がすごいよね。登る場所もねえんだ今回。まあ一応あるっちゃあるんだけど、意図的にやらないとな。じゃあそこ狙っていきましょう。果たしてそのポイントとは。すぐたどり着きます。ちょうど上がってる頃じゃねえかな。上がってますね。ここ早っ。そいや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 、クソ外したぜ。撤収するぜ。危ねえぜ。ここはまだ登れる状態じゃない。怖い。エクスプロッシャーは上から一方的にぶん殴ってくるだろう。カーリングぽいぽい。塗りまーす。ピンチをこのまま押し続けてやるぜ。そう、押し付ける。最高の時間をご提供だ。あそこでなんか、あそん嘘だろ。ソイチューバーに一撃でやられる？そんな、嘘でしょ、ハンコシ。なんか、あれだ。くそ、やはり今回の企画は、所詮、ほぼ、すっぴんギアで戦っているだけなのでは。悔しいぞ。神が一方的にボコられるなんて、こんなこと、あってはならない。イカ登りアーマーで突進するぜ。ソナーをぶっ壊す。オッケー、失敗。しっかりマーキングされちまった。すい。どれ？はえよ。ちょっと待って、前回のウルトラハンコ最強シリーズはどこへ行ったんだっていうぐらい。はーい。アクション強化、ボールドステップ。ピボットターンが速くなるんですよ。バスケはお任せください。はい。まあ、ちゃんと上のピンチゲージは見ているので、というか、もうろくにやることなかったんでな。まあ、華麗なアクションを見せたところで、もう、僕我慢の限界です。撤去します。さあ、それでは本当のアクションってものをお見せしますよ。見てください、この、カメムシみたいなギアコーデ。地獄のようなコーデですが。行くぜ。カーリングと、いや、なんならカーリングより早い。よう。おっと、危ねえ。帰ろ。そう、イカ速ガン積み。最速のボールド。ギャーだけど、マニューバー相手だと後ろに逃げられて終わりか。おやおや、イカ忍者なんてつけちゃって、まあ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 、速度が落ちるじゃん、そんなの。アクションを弱体化させていると言っても過言ではない。え？動きが見えないんだから？どう見ても強化だって？そんな小さいこと言ってちゃ、モテないよ。俺に言われたら終わりよ。あれ？ほい。ふ、最速の一撃。お見せしよう。ふっふっふ。これぞスピードです。スピードイズパワー。すい。おっと！すい。爆速で逃げんよ。俺はよ。お前は完全にこのスピードに包囲されている。観念しな。行くぜ。ドラー。どうせ後ろにいるんだろ。オッケー。振り向いているのさ。ほほほほほ。圧倒的スピードで敵を撃つ。そう、スピードの化身、ライジンボールド。舐めてはいけない。ゲームセット。そう、守るなら、その横から回り込んで一気に攻め潰すぜ。こうやられてしまったのか。お。カーリングをダンクで叩き込んでやったぜ。ざまみろ。何気にとんでもないことしたよな、今。よし。カニの弱点見つけたりってね。じゃあ上からいやらしく滑らせていくぜ。すい。もうお前は終わっている。
おら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 ストップ。おっとまずいか、くそ捕まった、ついに現行犯ですね、畜生、覚えとけよ。あいつか、タンクの主は。行きます。おい、さあどの辺にいるのよ。すい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 もうここまで来たら終わりなんよ。よし、さあ悠々とお相手の陣地を塗らせてもらおう。完全勝利ですね。いや試合展開変わりすぎだろよし、水を得た魚、イカ足を得たボールドってな。まあ動きがね、なんならぶっちゃけ微妙なボールドでも速度がやばいとごまかし効くんですよ。それがこの差です。なので圧倒的な速度を追求するボールドマーカーってのはどの世代でもそこそこ愛されている。キューとデスの数が入れ替わったぞ、イエーイ。ということで今日のボールド会以上で終わりますが、最後に思い出のガチャでも回すか。今日の分もう回しまってんだけどな。でもケチケチすんのはよくねえよな。そういうことするからお金たまんねえんだよ。今日はなし冷静になった、偉いぞ偉いぞ。そう、5000円のガチャ6回分ですからね、さすがに冷静にもなる。ありがとうございました。見てこれブレやばいだろ、もうどこ打ってんのっていうぐらいやばいよな。耳から弾が出てるんじゃないですかね。これアクション全く積んでないボールドなんですけど、すげえブレ幅だよな。ちなみにじゃあ地上打ちをずっとした場合こんな感じですね。じゃあジャンプ打ちだとどうなるのか。トゥルッ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 トゥル、ちょっと違う、ちょっと違うけど、なんかもともとブレまくってるから意外と差がついてないっすねじゃあマジでアクション強化は何のために。ありがとうございました。